おっさんがひたすら飯を食うのを見てる自分がやんでるんだ感じ。まあこの画質でこの画角でこのおっさんがただ無言で飯食うてるのを見てたらやんでる以外の何者でもないですね、うん、はい、深い文字全部やる YouTube 好きです。ありがとうございます。ネタがなさすぎて自分が飯食うてるところを撮影しないと YouTube 上げるものがないわ。YouTube ってあのショート動画いいね。ショート動画上げとくとあの6000回とか9000回とか1日で再生してくれるので、ね、それだけでね、なんとかなる。なんかこれハグリングしてもハグっとんな、どういうこと。まあいいか。なんでもいいんだよ、なんでも、うん、とりあえずえと音があれば、えと音があればね、あの YouTube 載せとけば、ね、お金足りんかいんだから、うん、こっからえパソコンから声が出ちゃうのこれなんとかできへんの。これを違うな、何かオフにしないと、これマイクオフにですよ。もう師走のね、こんな12月2日の朝午前10時46分におっさんがパチュア行く前にね、風呂入る前の朝食してる姿を見つけて、どんな気持ち。ねえ、どんな気持ち。もうビットコインマイナス14万6千円の含み損を抱えたまま全く動きが身動きが取れないわ。ね、いや生きろ。前とごめんなさい、生きろ。罰ゲーム。はあ、46年前の自分に教えてあげたい。どうせ48歳になったら警備員になんねんからね、好き勝手せえよ言うて、勉強もせんでええぞ、運動もせんでええぞ、自分の好きなことだけして生きろよ、楽しく生きろよって教えてあげたい。どうせ47、48になったらね、警備員になるんだから。無駄、全てが無駄。警備員なんて健康でなくてもなる。あの人間の体の形してるだけで大体警備員になるから。警備員になれない人ってなかなかいないから、まあ、精神疾患は別として。学力もいらない、体力もいらない、やる気もいらない、何もいらないからね、警備員なんて。だったらコミュニケーション能力もいらないからね、警備員になるのに、うん、昨日、道路工事、うちの近所であのパチ屋からの帰り、道路工事やってるところで20代後半か30代前半のお兄ちゃんかな、そんな背も高くなくてね、結構こう、コミュニケーション能力高そうなお兄ちゃん、警備、うまい警備してたけど、こんな仕事せんでも他にも仕事あったやろに、まあ、昼間からって思いながらね、前科あったら警備になられへん。前科もんが警備になってないわ。前科もん確かに警備になれないね、うん、ヤクザも警備になれないから、うん、それを考えるとね、それからいくと我が輩はヤクザもでもなければね、あれですよ、あのヤクザでもないし前科もんでもないってことが証明されてるわけですよ。我が輩が警備をやった時点で我が輩はヤクザでもなければ、ちょっとこのマイクのどうしたこれ消えたよ。我が輩が警備にできてるってことは国際手配だ。あれマジで国際手配されてんのかな。
から聞こえてんの俺の我が輩の声は。おかしいな、パソコンには今イヤホンヘッドホンさしたのに、パソコンにはヘッドホンさしたのに我が輩の声がパソコンから聞こえてくるんだけど、なぜ。不思議な現象。いいわ、これ見てる3人のチダミーが2人。いや違いますよ、1人は家のスマホで、もう1人はこのパソコンだから。ダミーすらいないから。ダミーすらいないわ、うん、ダミーっていうのはあと嫁の携帯とか我が輩のスマホとかね、なんだろうな、あのネカフェ行って、あの勝手にね、あのブラウザ開けてうちのチャンネル開けてくると、実質俺一人じゃないかって、そんなん録画されてるのに残せないです。そんなこと言えないです、うん、今閲覧980人ぐらいかな、うんうん、ありがとうございます。本当に皆さん、あのみんなのコメント読めなくてごめんなさいね。米欄が流れ、バーッと流れていくからコメント全員読めなくてごめんなさいね、うん、昔のカス枠を思い出すわ。どういうこと、これあのアカウント名みたいな、これどう見てもくれないさんやろ。ずっとおっさん二人で話してるから、昔のって今でも現在進行形ですけど、だいたいおっさんとおっさんが会話してるだけ、うん、これツイキャスでする意味あんの、うん、あります。これなぜ LINE 通話でしないかとかね、なぜあのこれあのあと何だっけ、あの会話できるやつ、うん、でしないかって言ったら、あの録画できるから、これツイキャスは録画できるから、うん、録画しといて YouTube に上げてね、キャスで収益もらえないからキャスで収益もらえないから、あのツイキャスで、うん、ツイキャスでね収益上げようと思うと、あ、3ヶ月間でね、100時間しないといけないわ。じゃあ仕方がなく30時間は我慢する、うん、とりあえず猫が寝てる姿を月30時間ね、うん、2つのアカウントを駆使して閲覧2にしながら月30時間、あ、30時間足りない、60時間か、え、あの回しまくってね、そう、ワッチ番じゃないわ、ワッチは番じゃないよ、 A 番やで見ることすら許されない A 番やで、見ることもでけん、金梅が今何やってるか分からへん、よっさんがどういう風になってるか分からへん、まあ、あえてわかるのは、もんちゃんが今配信してたりとか、新八丁が YouTube ライブで、なんか最近コラボしまくってるとか、あとは、誰かな、なるだかな、え、同棲してる、あれ、同棲って言うの、あの未亡人同棲じゃないでしょ、あの、ただ単に、どっかのおばはの家に、あの、転がり込んでるだけじゃないの。同棲って言ったらなんかやらしい、ええー、なーって思うかもしれんけど、どうせあのババアの家に転がり込んでるんでしょ、うん、ババアって実際でしょ、うん、あんなハゲ坊主がね、若い、20代のお姉ちゃんとかと同棲するって言ったら発狂するわ、
でもなんで俺これ家のパソコンから自分の声聞こえてくるの。自由でしゃあないんだけど。ヤンシの優しそうになってたけど、もう生きてるだけでネタになる人っていいよね、本当に。うん。生きてるだけでネタになるやつ、羨ましいわ。49歳のハゲのおっさんがね、どっかのババアの家潜り込んでるだけでネタになるのに、追い出されそうになったりね、なんか叩かれたりとか、こう、あれやな、あの、関慎吾みたいなもんやな。関慎吾が吉家を手に入れたみたいなもんやな。海坊主がババアを手に入れたんやな。金持ちの社宅って。九州の金持ちの自宅やったんやけど、金持ちの社宅って何？どういうこと？もうこれまるまる、この動画まるまる YouTube 行きやな。東北のババアが転がり込んできたんやな。どういうこと？どういうこと？え？九州の金持ちの社宅に住んでたら、ただで転がり込んでたら、そこになんかわけのわかん東北のババアが転がり込んできたってこと？多分法人管理で借り上げてる一軒家。あ、いない一軒家。これも田舎の一軒家ことかな。無料で借りてるねん。それ借りてるって言うの？与えられてるんじゃないこれ。家賃分贈与だから、それ。税務上家賃分は贈与されてることになるから。管理人待遇で貸してたけど、いい加減出ていけってなってたと思う、詳しく。そりゃあんな働けへんおっさんにタダで貸したらあかんやろ。あんなやつ住まわしたら家賃回収できへんし、何も言うこと聞けへんし、散らかされるだけ散らかされて傷つけられて、何の得もないんだけど。貸すやつってバカなのかな。タダで貸すやつってバカなのかな。全部タダでしょ。意味わからん。貸すだけ損やんな。なんか会社の宣伝してくれてるとかね、その会社の商品使ってて宣伝になってるとか、宣伝になればいいよ。宣伝になればいいけど、あんなおっさんが、北九かどっかの金持ちのおっさん、あー、バカなのかな。あー、空いてるし、まあ、ええかおもろそうやな、思って貸したのな。あんなやつに貸したら、住み着かれるだけで、何も言うことないよ。普通人としてこれぐらいしてくれるだろうな、なんてことを期待したら負けやからな、あんなやつ。その分、後で返してくれるから。俺もさ、昔、あの、デリヘルの届け出用に借りてたマンションを、に、ビッグニート君止めてあげたことあるけど、俺の宣伝一切してくれねえな。レクサス乗った、あの、わけのわからんおっさんに部屋借りたことがあって、ね、今なんか配信してるらしいけど、警備員になってとかね、記憶にもない。ないやろな。あの時売名すればよかったな。売名を失敗するよね、我が輩は。ビッグニート君だけじゃない、有名になってくれたのは。うん。あの、泥棒君はどうなったの？払う詐欺の泥棒君はどうなったの？勝手に出て行って、あの、荷物盗んで出て行って。あのほら、ガチであのメガホン集めてた子、俺は会うたことないか分からんねんけど、なんか東京行って警備員してるみたいなこと言ってたんじゃないかな。名前も出てこないわ。
週間ぐらい溜まったんじゃないかな、大学長。ビントレさんはたまにね、夜配信してたらコメントしに来てくれたりとかね、うん、何食べてるんですか、出前一丁。もう食べ終わったよ。あ、またあの無料の100ポイントあの復活してるから、あの枠が空いて気がついた時はこっそり投げとくから、こんな枠に来たら運気が落ちるで、お前で。コメントは消した方がええで。いや、みんな消すからやめて、それ。みんなコメントするだけして消していくと思うんだからやめて。残ったらなんか誰もコメントしないみたいな枠になるからやめてくれる。うん、ワッチはそれがデフォやったけど。あんだけ俺有名でコメントばーっ流れてたのに、コメントして出ていくやつがみんなコメント、出ていってからコメントガー消していくもんやから、うちの枠なんかコメントがゼロみたいになったけど、家を取れて1万4000円かけた交通費ですと、どこまでの交通費1万4000円って どこまで行くの。ちょっとあの僕ちょんブログちゃんと見てくれてるかな。先月最終日に6万4000円負けてんけど、6万4500円も負けてんけど、どうしてくれんのこれ、ね、6万4500円まあ結局月トータルプラス7万9000円で終わったけどね、11月は。これジャグラー、まあ、53万9500円というのは10月末までの2021年の収益ね、うん、マイナス53万9500円、うん、ようプラスになったよな、ようプラスになったよな。こうさ、2500円、5000円、2000円、2500円、3000円とかね、ちび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 価値を重ねてる、これ偉くない。で、最後にマイナス6万4500円毎日同じことで繰り返しやから全部コピペでいいんちゃう、どういうこと。まあ、ちなみに昨日はね、1万4000円今日、今からジャグラウチに行くから夜勤やから、ツイッターいや、一応何月何日って頭に入れてね、あの最近 の YouTube のショート動画もそうやけど、一応何月何日のあの今日のカツペカとか今日のプレミア、今日のボインレーとかね、うん、で今日 の枚数、ま、枚数は毎日同じじゃないでしょ。枚数はそんなコイン、あの換金するメタルの枚数が毎日毎日同じだったらびっくりするわ。マシやそれ、その方がすごいなと思うわ、うん、昨日最初5スロー打って92枚500円分だけ初メダルから借りれたから、まあいいやと思って5スロー打ったらそれ92枚でペカって、でちょっとハマって、あのニュースロー行こう思って流したら99枚になったわ、うん、7枚増えたわ。よかった、7000円も突っ込んでどうしようか思ったけど、財布の中金なくなった思ったわ。昨日5万5000円あって3万円追加で下ろしてね、5万5000円あったのに3万円追加で下ろした、3万円追加で下ろした3万円を引くと5万5000円あった財布の中身が2000円しかないで、なんでかって言ったら、なんでかって言ったらね、新聞代払うだからよ、新聞代払うだからや、これ。何この209円大白蓮華って。209円大白蓮華って何これ、ね、あ、これ名前で売ってる。新聞読む必要ある？新聞は必要あるでしょう。新聞は必要あるよ。だってあの、あれですよ、あの猫の砂捨てるときにね、猫の便所の砂捨てるときに、あの、くるんで捨てなあかんから、新聞は大事だよ。うん、新聞は大事。読む読めへんは別として、新聞はいるね。新聞助かってるわって嫁に、毎月いつも嫌味で言われるもん。猫の砂とかゴミ掘るときとかにこれで包むのにちょうどええわーって。成長新聞。嫁が草加の信者じゃない。嫁のおじいちゃんは草加の信者やったけど、亡くならはって、弟がわざわざ田舎から、お京都内に来て、骨持って帰ったわ。で、嫁自体は、一緒に座談会行こうやって言ったら、いやいやって言われて嫁は信者じゃないから、うん、俺は信者やけど、俺は信者、これどっちが右やったかな、え、2つの玉が右左やったっけ、あんま覚えてないんやけど、これね、はい、皆さんご唱和ください。あれ、おりんどこ行った、おりん。もう最近やってないもんやから、いろいろと準備ができてないわ。あ、これ
これから声出るんじゃん。いろいろ準備できないわ。南無阿弥陀経、南無阿弥陀経、南無阿弥陀経、南無阿弥陀経。おりんがないわ。あった。おりんあった。おりんの代わりこれやろ。いまだにお経読まれへんねんけど、経本どっか行ったな、そういえば経本どっか行ったわ、うん、そろそろコンタクト、次のコンタクト送ってくれるかな。遠視やからプラス 3.75 以上のコンタクト送ってくれる。これ4月1日までやったから全部使ったのよ。まあ全部使ったっていうか1個だけ残してあるけど、4月1日までやからこれ送ってくれる。次アキュビオオアシスのプラス 3.75、 9.0 以上のコンタクトをね、ジョンソン&ジョンソンさんぜひお願いします。アキュビオいいよ、使いやすいよ。コンタクト、コンタクト使うならアキュビューワンデー、アキュビューこんだけ宣伝しといたら送ってくれへんかな。そのうち消されるってそうかに。気がおかしいおっさんには見えない。気の優しいお兄ちゃんですよ。メガネでいいやろ。いや、メガネでいいけど、メガネでいいけど、外したりつけたりめんどくさいやん。コンタクトって入れっぱでそのまま寝れるやん。3日ぐらい俺コンタクト入れっぱやで。剥がれへんくてどうしようか思うときは、もう手でこう、目ん玉ギュー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 って、眼球ギューギューギューって剥がして、あ、取れたわって。歩かないか、歩かないか分からんような目にこうあるやろ、ちゃんと目。こう目バッチリやろ。俺もうこんなおっさんになっただよ。お前もう49歳になって、年明け来年50歳になるけど、もうおっさんになったで、やばない。このカメラ、別カメラでこう近くからしか撮れへんから、あんまり最近顔面とかアップせへんけど、見てこの顔、もうおっさんやで、おっさん。前からおっさん、前からおっさんやけど、さらにおっさん化が進んだおっさんっていうね、もうどんどんおっさん化が進んでいくわ。おっさん化炭素やわ。あんまり。おっさん化炭素中毒なるわ。やばいな。あ、ちなみにこれしてるの、ヘッドホンとかじゃないから、これ首からぶら下がって、これヘッドホンに見えるやろ。違うよ、これ、低周波当てて。パチスロー打ちすぎて、両肩パンパンに痛いから、低周波当ててね、もう6セットくらいやって、しかも10で。マックスの10で。もう8とかじゃ効かないの、これ。8とかじゃ緩すぎて効かないね。10で。10でしかもね、もむ。10のもむでね、ずーっとやってるけど。肩痛いわ。出来損ないの静かなるドンみたいなビジュアルって。なんだその出来損ないの静かなるドンって。どういうこと？え、それは、あれ、高倉健みたいってこと？ね、オムロンさん、これも送ってくれるかな？あれと一緒で、このロングライフパッドと、これ安物やから、これ本間物のやつ、これとセットでお願いします。お待ちしております。はい、宛先郵便番号 544-0013 大阪市生野区ケースプランニング、ね、はい、こちらまでお待ちしております、ね、誰が中身パタリロやねん。誰が中身パッ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 、リアルに住所言うスタイル。どうせもうみんな知ってんでしょ、住所なんて。で、住所言わな、送ってこないでしょ、あなたたち。どうでもいい、5年ぐらい前、ほら、資格マニアしてたでしょ。その頃に取った資格が国家資格化されるらしくて、国家資格化されるらしくて、登録しろってうるさいわ。俺、不動産関係の仕事、賃貸の営業を、半年ぐらいしたかな、半年もしたか、3ヶ月ぐらいか、半年かはしたことあるけど、それ以外俺、賃貸不動産の仕事なんか、全く絡んだことないから、実務経験もなければ、俺、宅建も持ってないのに、宅建なんか5回ぐらい落ちてるからね、宅建も持ってないから、登録できへんのに、ね、
国家資格を登録しろ、登録しろ言うてくんねんけど、これ、登録するのにこれ違う、移行講習は7700円って書いてあるけど、これだけで済めへんからね。この前に登録費用が6万6000円ぐらい取られて、そのための、講義代が2万円ぐらいかかるらしいから、なんぼ取われんねん。4万ぐらい取られんじゃん、これ国家資格登録しようと思うだけでっていう。ぼったくりやな、ほんま。仕事できるやんって。いや、一応これから筆記義務ができるらしいけど、宅建っぽくね。別に俺、賃貸不動産の管理業